兵庫県宝塚総合庁舎阪神北県民局は日本の地方自治法155条に基づいて設置されている兵庫県の市長、県南東部、阪神地域の北部を管轄する。所在地は宝塚市の兵庫県宝塚総合庁舎で他に2つの庁舎を出先機関として設置している。 全身組織として1942年に設置された、向川地方事務所及び、有馬地方事務所が認められる。向古郡と川辺郡の二郡を管轄する、向川地方事務所ははじめ旧川辺郡役所の所在地であった伊丹市に置かれ、1945年4月1日に、旧向古郡役所の所在地であった西宮市へ移転した。また、 有馬郡を管轄する有馬地方事務所は三田町に置かれ、北雪整備局の前身となっている。1975年4月、阪神間を管轄する地方自治法上の市長として阪神県民局が天ヶ崎市に設置される。2000年には阪神地域の人口増加に対応することを主な目的として県民局設置条例が改正され、 2001年4月に阪神北、阪神南の2局が発足した。この際、三田市の北設整備局は阪神北県民局に吸収されている。分割後も阪神南県民センターとは密接な連携関係にあり、分割前の阪神県民局時代に策定された地域ビジョンを共有している。痛み庁舎。 阪神南県民センターとの再統合後は阪神県民局の本局が置かれる予定2018年県は阪神南県民センターを阪神北県民局と再統合して阪神完全域を管轄する阪神県民局とする方針を打ち出した。再統合後の県民局は本局を伊丹市に設置する予定で2022年度の発足を目指していたが 新型コロナウイルスの影響による県の財政悪化により統合が一年遅れることとなった。1975から2001年に第一次の本局を置いていた天ヶ崎市でなく、伊丹市に本局を設置する理由として、県では管轄区域の南北からの交通アクセスがほぼ、均等なこと、南海トラフ巨大地震が発生した場合の津波、校長被害や、 市の東西を流れる稲川と向こう側の氾濫による影響を受ける恐れがないこと、伊丹市役所に近接する現庁舎の耐震補強工事を2018年度に終えており、現行の駐車場用地への新館増築のみで建設コストが抑えられることを挙げている。新県民局への統合後に、現行の宝塚総合庁舎の敷地は民間へ売却し、 阪神南県民センター管内で管轄区域が飛び地状態となるアシア健康福祉事務所は宝塚健康福祉事務所の分室とする方針が示されている。兵庫県県民局及び県民センターの管轄区域図。点線は旧、摂津国、丹波国、張馬国、田島国、淡路国、備前国、三正国,国,国,国の国境。 一神戸県民センターに阪神南県民センター三阪神北県民局四東張間県民局五北張間県民局六中張間県民センター七西張間県民局八田島県民局9。丹波県民局十淡路県民局県税に関する業務は、伊丹町舎、農林、土地改良業務は、三田町舎が管轄する、事実上の分庁方式を採用している。 健康福祉事務所は他の都道府県における保健所に相当する。ありがとうございます。